梶山さなえ役のマッシュななみです。さなえ役のさなえ役のブランチです。さなえさんは主人公のお母さんなんですけども、とても優しい心の持ち主なんだなと私は思います。その家族のことをすごくちゃんと見ていて、きっと理想のお母さんってこんな感じなんだろうなっていうのがすごく読んでいて演じていて思います。なんかこれはでも割と登場人物に全般にも言えることなんですけど、優しいんだけどこういわゆる一般的な、 なんか愛みたいな、家庭の愛みたいなのをもらって育ってこなかったから、こう間違った方向にこうよくしようとするんだけど、それがちょっと空回っちゃった人だなって思うんですよね。私にないところだなって感じたのは、すっごく頑張り屋さんなところなのかな。頑張れない、頑張るのが苦手なので私は、だからすごく自分と違うところだなっていうのと、自分には真似できないところだなって尊敬する役として、はい。いやもう本当に不器用だな。いやもうみんなそう、みんなそう、この話みんなそう。もういやでも私たちはなんか役の話というよりもなんか結構全体の話になっちゃうんですけど、なんかこうやっぱ台本とかを通したり考察したりして、あの俯瞰的にキャラクターを見れるから、もっと素直になればいいのにとか、なんかもっとちゃんと喋ればいいのにって思うけど、確かにこういざ自分の立場になって1対1でってなると相手がどう考えてるか延々に分かんないし、何があるか分かんないからすごいなんか臆病になって言えないみたいなのは、まあ確かにそうだよなとは思いますね。まあでもなんか、もう本当に複雑だから一言では言い表せないけど、なんかもっと楽にいけばいいのになってそれこそ思っちゃうところはあるかな。あのマニーシャの公演には毎回ダンスがあって、で何回も見ないとわからないと思うし、初見の人は余計だと思うんですけど、やっぱそのダンスと音楽と照明に圧倒されてしまって、すごいっていう感想、私もそうだったんですけど、が一番最初に来てしまってるんですけど、それぞれに意味があって、それぞれの関係性っていうのが実はダンスで生かされていたりとかするので、何回も見てもいろんな味を楽しめるところだなって私はダンスではすごく感じます。